ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。なあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くかわかんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。
よし、宴だ。おお、こいつはうめえな。さてと、行くか。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ！いや、身がねえ。あ、ルーフィー。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。
外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？おう、大丈夫だぞ、多分。おーい、どこだ、鳥！やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて、餓死しなきゃいいけど。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。ありゃ、あの像、またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。石像の上、鳥がいるわ。なんでもない。よし、どんどん行くぞ。やっぱり綺麗。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。
それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。シッシッシ、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。俺の名はキャプテンウソップ。すぐに黙らせてあげるわ。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。待てる、俺はクソジジイの蹴りに。出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。お前を倒す算段はつけてきた。サンダーボルト点火。こいつはどうだ。俺の番だな。行くぞ。アームポイント確定。ロゼオ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。クソ、違う。そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。
俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。おう、強いわね、こいつ強いわ。いくわよ、サイクロンテンポ。切り替えがありそうだ。誰か早く止血を。これで大丈夫なはずだ。これでも食らえ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト、テンポ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。
一刀流、いよい、シッソンソン。肩をつけるとするか。こいつ強えな。なかなかやるわよ。悪い、助かったぞ。ナミ、きっちり肩をつけるとするか。ゴムゴムのガトリング。俺は海賊王になる男だ。みんなの役に立ってみ。ナビバードのやつが先に飛んでなけりゃ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。ナナ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。でも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。ああ、いや、帰りてー。
この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。それで、この先はどっちに進めばいいんだ？2年前の記憶はほとんど役に立たないし、この辺りの人に一度確認しておきたいところね。あんたたち、どうかしたのか？俺でよければ話を聞くぜ。本当に？ちょうどよかったわ。あたしたち、レインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教えてもらえないかしら。へえ。ということはあんたたち、この辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあ、あんたたち、最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ？この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴らの餌食に。俺たちのこと呼んだかい？出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がってな。こいつらは俺たちがやる。どこにいようが宇宙空。ウソッペパフォーム。まだだ。効かねえなら切るまでだ。ほら、ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ。
ゴムゴムのバズーカー。まだだ。よっしゃ、そいつを任せたぜ。面白い、来てみろ。どこだ。これだ。え、あたし。サンダーボルト先行。まだだだ。竜巻。命まで取るつもり。ま、こんなもんか。シュシュシュ、勝った。おい、さっきの男の姿がねえぞ。あら、私たちの水と食料もなくなってるわね。ちょっと、どういうことよ。ひょっとして砂族の仲間がどっかに隠れてて、俺たちがこいつらと戦ってる間におっさんともども。みんな、食料の匂い東に続いてるみたいだぞ。よし、取り返しに行くぞ。俺の飯。ブー、そこはみんなのだろ。見渡す限りの砂浜ね。砂浜？お前、砂漠を知らねえのか？こんなに大きな砂浜は見たことがないわ。あそこにいんの？げ、お前らここまで来やがったのか？いや、普通来るか。ああ、こいつ何をブツブツ言ってんだ。私たちの顔を知ってるってことは、間違いなく水と食料を奪った砂族の仲間みたいね。違う違う、俺あいつらの仲間なんかじゃ。いや、言っても無駄だよな。ああ、なんか妙に物分かりがいいわね。こよし、じゃあお前らとりあえず戦うか。結局戦うのかよ。いけるか？行く。トレインタフルール。フリップ。まだだ。任せてくれ。俺から行く。必殺カエルボス。鬼切れ。まだだ。なんで私なのよ。サンダーボルト先行。
っさっぺやられてねえ。トラゲル。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。これを食べて。ルビー、ありがとう。ミラージュ。一発で決めてやる。準備 OK。 任せて。ありがとうナミ、助かったわ。さて行くわよ。行くわよ。授業にはちょうどいいな。俺の方が強い。勝つには勝ったけど、結局ここには水も食料もなさそうね。おいお前、飯どこだ。俺がお前らに教えるわ。いや、話した方が身のためだよな。こいつ意外と余裕あるな。お前らの水と食料ならボスが西のアジトに運んだぜ。西？どういうことよ。私たちが追いかけてきた方向と真逆じゃない。ボスは途中で進路を変えたのさ。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。うん、俺たちがここら辺にいたのは。やられた。完全にはめられたわ。ルフィ、みんな急いで西に行くわよ。おう。
んなところであいつ何してんだ。もう動じねえ。必殺火薬干し。ぶっ飛ばす。次はこいつだ。ゴムゴムのバズーカ。引かねえなら切るまでだ。一刀流、いよい、シッソンソン。え、あたし。いくわよ、サイクロンテンポ。どうすっかな。ゴムゴムのブレッド。ウソップ様の出番で。必殺火薬干し。やってやろうじゃない。いくわよ、肩慣らしといくか。刀の下げにしてやる。命まで取るつもりはねえ、この勝負。なんかヤバそうな場所だな。あ、この奥から俺たちの食料の匂いがするぞ。いっちゃやってやるか。
何が起きてももう動じねえ。キン、お前じゃ退屈。ほん、ボス、うまくいきましたね。スナッハッハッハ、ああ、バカな連中だ。きっと今頃、砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。なあ、お前はさっきの。忘れてたが、そういやいたな。どうや…スナッ、てめえら、なんでここに。そう、一般人のふりをして私たちを油断させて、隙を見て水と食料を奪っていったのは。スナファファ、だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう俺たちのもんだぜ。砂漠だよな、騙される方が悪いのさ。そんなの知るか。飯を奪ったお前らは許さねえ。ボス、こいつらの相手は俺たちだけじゃ。スナファファ、わかってる。こういう時は用心棒の先生だ。というわけでお願いします、先生。先生、おい見ろ、あそこ。あら、ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、バナナからワニが生えてるぞ。ほんとだ、変なバナナだ。バカだな、よく見ろ。あれワニからバナナが生えてんだろ。こんなやりとり前にもしたような。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの。うおー、俺の飯。切り替えがありそうだ。
冒険。ドラッケン。やるな。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。なかなかやるわよ。サンジ君、いただくわ。悪い、助かったぞ、ナミ。くそ。切り替えがありそうだ。刀の髪にしてやる。ドスフルール。グラップ。まだだ。いけるか。ゴムゴムのガトリンだ。行かなそうね。よし、交代だ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパ。おう、いけるか。ゴムゴムのピストル。ありそうだ。一刀流、いよい、シッソンソン。俺だって強くなったんだ。
こんな奴に負けねえぞ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。俺がゴムゴムのガトリンだ。てねえぞ。邪魔だ。俺の方が強い。砂、そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。よくないわ。私たち結局レインベースにどう行けばいいのか。そうでした、そうでした。でしたらここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね。レインベースに行くにはまずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと思って。と言いますと？あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よこせって言ってるのよ。スナフー、そんなどうかそれだけは。あら、彼ショックのあまり気絶したわね。まったく、よくこれで砂族のボスなんかやってられたわね。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわ。さあ、早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。
ワクワクしてきたぞ。苦難上等、好むものなり修羅の道。覚悟しなさい。俺に任せろ。どけ。俺、お前の。ああ、いい調子だ。やってやるか。狙うならあっちにしなさいよ。サンダーボルト点火。なんか企んでやがるな。来いよ、切られる覚悟があるならな。行くぞ、三刀流奥義三千世界。俺は負けねえ。行くぞ、ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもん。怪物と呼ばれようと。来ちまったけど、そろそろさっきの大穴のとこまで戻った方がよくねえか。
よし、私の出番ね。